田村文吉は、日本の政治家、実業家。参議院議員、第八代長岡市長。長岡市名誉市民。父、田村文志郎が営んでいた、師匠、田村本店。年間より、新潟県長岡市の上戸宮、田村文志郎の三男として生まれる。新潟県立長岡中学校を経て、1911年に、東京高等商業学校専攻科を卒業。 越後鉄道に入社し、経理課長として実務経験を積む。1915年、党たちが設立した北越製紙に支配人として入社し、1934年に専務、1940年には社長に就任。工場の新設、拡充をリードし、北越製紙を現在の規模に育て上げた。また、1928年には、 長岡工業会を設立して、産学関連系を推進し、1944年には、新潟県商工経済会の会頭に就任した。1945年8月1日の長岡空襲で、市長、鶴田義隆が殉職すると、その公認に押されて9月に、第8代長岡市長に就任、長岡市の戦災復興に、精力的に取り組んだ。 1947年、参議院議員となって、緑風会に所属。第三次、吉田内閣第一次改造内閣では、郵政大臣県電気通信大臣を務めた。また、財団法人積雪研究会の会長となって、長岡市内に積雪科学館を作り、長岡市立科学博物館の建設にも支援を惜しまなかった。1962年には、 乱受報章、君に当局日、茂光明を受賞。その翌年に死去、去年76。死後、長岡市総外と名まれ、長岡市の名誉市民となった。ありがとうございます。